ペイ君遅いな。マリちゃん遅れてごめんごめん。どうしたのペイ君そんな格好して。え、もう地球は夏でしょ。うん、夏になるとみんなこういう格好するって言ってた。ちょっと持ってて。はいはい、今ちょっと箱から。しかもちょっとサイズ合ってないんじゃないの。あ、だだだペイ君、うん、これはね、うん、海に行ったり、うん、川に行ったりプールに行くときに着るものなんだよ。プールに行く、うん、へ、水着を着て、うん、浮き輪をつけて、うん、みんなで泳ぐんだよ。泳ぐんだ。今度一緒にプール行ってみようか。ちょっと行ってみたい。僕泳げるかな。いや沈むかもしれないね。いや泳げるかもしれない。そうだね、うん、それじゃあ今日もしもべやの大冒険スタート。スタート。マリちゃん。何？今日も質問が届いてる。嬉しいね、うん、読んでみて、うん。意地悪の友達がいます。どうしても好きになれません。だってわかるな。意地悪な友達好きになるのってできないよね。そっか。ペイ君はそういうお友達にどういう風にしたらいいと思う？うん、僕無理に遊ばなくていいと思うし、別に好きにならなくていいと思う。そっか、うん、そうだね、うん、意地悪してくるお友達と仲良くするのって難しいことだよね。いいよ本当に。あ、でもイエス様はそのお友達が好きなんだよね。そうだよ。イエス様はペイ君のこともそのお友達のことも大好きでいてくれるんだよ。そっか。僕はイエス様みたいに優しい人にはなりたいけども、その意地悪なお友達は、うん、好きになれないな。うん、そうだね。自分の力で好きになることはできないかもしれないね。でもイエス様の力だったらできるんだよ。もしそのお友達と本当に仲良くなりたいって思ったら、イエス様とお話ししてみて。きっとイエス様が力をくれるよ。そっか。僕にはできないけどイエス様にはできるのか。そっか。難しいけどちょっとやってみよう。イエス様にお祈りしてみて、どうしたらいいのか答えをもらっていくよ。そしてそのお友達と仲良くなれるように祈っていくよ。みんなもそうしようね。今日はいつも意地悪をしてくる友達がいます、好きになれませんっていう質問だったね。僕はそんなお友達を好きにはなれないけど、イエス様は僕の心もみんなの心もお友達の心も変えることができるんだよ。イエス様に意地悪してくるお友達のことお話ししてみよう。イエス様が導いてくださるからね。解決。自分の敵を愛し、はあ、僕を迫害する人のために、はあ、無理だよ僕には。ペクペク暗唱セグ頑張ってるね。うん、頑張って覚えてるんだけどさ、うん、今日の暗唱セグは難しいわ。そっか。だってさ、僕を迫害する人って僕に嫌なことをする人でしょ。その人のためにお祈りするってことでしょ。僕ここを見てびっくりしてしまったよ。僕にはできないって。そっか。ペイ君はペイ君は
ペイ君に嫌なことをしてくる人のためにお祈りしたくないの？そりゃそうだよ。マリちゃんだってそうでしょ。僕はお祈りできないよ。そっか、でもね、ペイ君。ペイ君は自分に嫌なことをしてくる人のためにお祈りをした人、一人知ってると思うよ。僕知ってる人かな、誰だろうな。あ、わかった。はいはいはい、イエス様だ。そうそうだよね。イエス様は十字架にかかった時、天のお父様に確かこう言ったよね。うんうん、神様、この人たちをお許しくださいって。そうだったよね。神様は良い人にも悪い人にも太陽を昇らせて、正しい人にも正しくない人にも必要な雨を降らせてくださるお方だよ。私たちもイエス様みたいにしていきたいね。うん、みんなも僕と一緒にイエス様の子供として歩いて行こうね。ところでペイ君、暗唱聖句覚えたかな？うん、ちょっと覚えてみたから聞いててくれる？自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。ほっ、入ってた。よくできたね。やったー、みんなも暗唱聖句チャレンジ頑張っていこうね。頑張ろうね。ペイ君、暗唱聖句だよ。もう覚えたかな？覚えた。大丈夫。最初に見て言ってみようか。見てみるね。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイ5の44。これはさっきも今も言ったやつだから、僕できるかもしれない。じゃあ言ってみて。まりちゃん聞いてて。いい？せーの。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイ5の44。おー、覚えたね。できた。それじゃあスタンプを押してあげるね。嬉しい、このスタンプもらいたかった。嬉しい。マリちゃん、次は賛美の時間だよね。やったー、やったー。それじゃあ一緒に一句を読んでみよっか。せーの、一句。今日もみんなでイエス様に賛美しよう。知るほど神、主よ、あなたが主でよかった。愛し続けます。主よ、あなたが、主よ、あなたが唯一の王、知れば知る様は、いつでもみんなのこと守ってるよ。そんなイエス様に今日も賛美しよう。
なたが。走るほど神、主よあなたが主でよかった、愛し続けます。最後もう一回歌おう。主よあなたが唯一の、知れば知るほど続けます。バイバイ。マリちゃん。何？あのさ、うん、嫌な人のためにお祈りするって大変だよね。僕できるかどうか自信なくて。そっか、うん、これは私にとっても大きなチャレンジだよ。え、マリちゃんもそうなの？うん、何でもできると思ってたよ。そう？うん。でも神様にこれは喜ばれていくことなんだよね。そうだね、うん、ペイ君も私もみんなも喜んで神様にお祈りしていけたらいいよね。本当だね。このチャレンジ、今週1週間頑張っていこうね。バイバーイ。また来週。